広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよう諸君のナップルです。口田健一です。ライチュムカーです。本日の動画は大会に参加する前に知っておきたいポケカのマナー講座をやっていくよ。はい、ジムバトルのような大会イベントに参加する際に自分がびっくりしないために知っておきたいことや相手を嫌な気持ちにさせないためのマナーを紹介していくぞ。それでは早速やっていこう。まず大会に参加する前にデッキをデッキシールドに入れることを推奨します。すべてのイベントで必ずしもデッキシールドを使わなきゃいけないわけではありませんが、カードを傷や汚れから守ることができるアイテムです。もしデッキシールドをつけずに大会に参加した場合、デッキのカードに目立つ傷や汚れがあると何のカードか分かってしまうため不正とみなされてしまうことがあります。なのでデッキをデッキシールドに入れて傷や汚れが見えない状態にしましょう。そしてデッキ60枚に使うデッキシールドは同じ柄のもので揃えてください。これも違う柄を入れちゃうとどのカードか分かっちゃうのでね。64枚入りで販売されているデッキシールドを買えば1デッキ分と予備の4枚が手に入るから安心ですね。あとは普段からデッキシールドを使っている人でも、もしデッキシールド自体に目立つ傷や汚れがある場合、何のカードか判別できてしまうこともあります。今つけているデッキシールド結構使い込んだなっていう人は大会参加前に新品の綺麗なデッキシールドに変えてあげましょう。大会中にデッキシールドが裂けてしまったり、ジャッジや大会運営に取り替えを求められる可能性も考えて、予備のデッキシールドや新しいデッキシールドを1デッキ分持っていくとより安心です。対戦相手まだかな。はい、このように対戦が始まる前に一言もコミュニケーションがないのはいいマナーとは言えません。いやー、 あ、対戦相手のナナップルさんですか。はい、ナナップルです。ライチュメカーさんですか。はい、ライチュメカーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マッチングが発表されて席に着く際には対戦相手が合っているかどうかを確認することも大事です。挨拶をしてお互いに確認し合いましょう。そしてよろしくお願いしますとしっかり挨拶をして対戦準備を始めましょうね。じゃあシャッフルしていきますね。はい、あなたの山札も混ぜさせていただけませんか。それによく混ざっていないようにも見えました。え、私のですか。どうしてですか。山札切ったんですけど。実は対戦準備や対戦中に山札を切る際にも覚えておきたいマナーがあります。まず大会などではお互い相手の不正を疑わず気持ちよくプレーをするために山札をしっかり切るということが大切です。ライチュウメカワがしていたシャッフルを見ていきましょう。はい、まずね、このようなシャッフルで大雑把にカードが混ざります。はい、このシャッフルは私もやっていたものですね。はい、ただこのシャッフルだけだと掴んだ束の中で順番が変わりづらいのでうまく混ぜられていない可能性があります。そこでこのようにカードを横に入れて順番もよく混ざるようにします。カードを横に入れる際にはデッキのカードが見えないように気をつけましょうね。で、両方をやるとね、よく混ざると思います。対戦中はこんな感じで2種類のシャッフルをしてあげると相手から見ても山札がしっかり切られたなと思えるでしょう。なるほど。さっきはカードを並べていましたが、あれはどういう意味があるんですか？この方法でのシャッフルは山札をより丁寧に混ぜることができますし、デッキの枚数に不備がないか確認できるという意味から対戦準備の時によく用いられています。例えば6個の山を作ってそこにカードを順番に置いていくとですね、10回目でぴったり終わった時に60枚だって確認できるんです。対戦準備の時に毎回同じ数の山を作っていれば、いつもシャッフルが終わる山じゃない山で終わった時に60枚じゃないかもって気づけてデッキの不備を防げます。カードの順番も変わってよく混ざるという点でもいいシャッフルですね。そして対戦準備でも対戦中でも自分が山札を混ぜた後には相手に渡してシャッフルをお願いしましょう。不正な操作をしているかもしれないという疑いを持たれないためにも相手に切ってもらうのはマナーの一つです。相手の山札を混ぜる際は手に持ってよく切ってもいいですし、こんな風にデッキを分けて山にして順番を変えて戻したりするのも軽いカットとして大丈夫です。相手のデッキをよく混ぜることは決してマナー違反ではありません。ただあまりに時間をかけすぎたり手荒な扱い方をすることで目立つ傷がつかないよう配慮しましょう。相手が混ぜた後の山札は混ぜず、そのまま山札に置いてプレーを続行しましょう。シャッフルにも作法といいますか、定番のマナーがあるんですね。
シャッフルお願いします。お願いします。あと対戦中のシャッフルについてイベントとかでよく見られるのがまだ山札使いますですね。うん、例えばネットボールってカードの中に山札を切るって書いてあるので使ったらシャッフルすると思うんですけど、シャッフルしてもその直後にまた山札を見てカードを加えてくることもあるじゃないですか。そしたらさっき山札を混ぜたけどまた混ぜることになるからいちいち時間がかかっちゃいますよね。そこでまだ使いますって相手に断りを入れて相手にシャッフルしてもらうのを勝負カットしてるってわけです。ネストボール使います。ミュー EX をベンチに出します。まだ使います。ハイパーボールを使います。トラッシュしてネイティを手札に加えていきます。じゃあこれでシャッフルをお願いします。はい、まだ使いますと言った後に山札を見るカードを使わずシャッフルし忘れちゃうことがないようには注意してほしいんですけれども、知っておくとシャッフルにかかる時間を少しでも短縮できますね。はい、ということでシャッフルのお話いろいろしてきました。これで君もシャッフルマスターだ。続いては対戦中のマナーをいくつか紹介します。まずは使うカードの宣言はしっかりしようです。ミライド EX の特性タンデムユニットを使います。はい、これ言わないと対戦相手にとっては急に山札を見始めたけどなんでってなっちゃいますからね。パチリスとミライドン EX を出します。次に場のカードは綺麗に整えましょう。エネルギーやポケモンの道具など付け方によって見えやすさが変わってきます。自分だけではなく対戦相手が見ても分かるようにしましょう。続いて相手のカードに勝手に触れたり手荒に扱わないようにしましょう。効果がわからないカードがあったり相手のトラッシュなどを確認したいときは見せてくださいとお願いしましょうね。パチリス見せてください。はい、どうぞ。ありがとうございます。返すときもね丁寧に渡してあげましょう。最後に大きく音を立てたり激しく動かすハンドシャッフルはなるべく控えましょう。ちょっと怖いな。手札を混ぜる行為自体はマナー違反というわけではありませんが、ずっとやっていて大きな音も立てている場合、相手からすると威圧的な態度をとっているように見えることもあります。特にポケカ初心者や初参戦の方も多そうなイベントで対戦する際には、相手が落ち着いて気持ちよくプレイできるように配慮してあげられるとグッドマナーだと思います。はい、というわけで大会に出る前に知っておきたいマナー集でした。基本的な対戦のルールに加えて今日お話ししたことを覚えておけば大会に出ても安心かなと思います。つい先日よく起こるプレイエラー集ということで大会などで実際に間違ったことが起こりやすいカードの効果などを説明した動画もありますのでそちらもぜひ見てください。今日の動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回。バイバイ。